い、はい、南区か南区来ましたよ。ねえ、恋人が突然ね、15センチになってしまうってありましたけどね南くんの恋人でした。誰もわからないちょっと早く渡してください我が町自慢こちら。全国に技術提供、命吹き込む復元師。これはむずいよ久留米出身のこがけんさんが福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探すこちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリタヤ町内放送。あ、何？ワッフル？ワッフルの人、復元師知ってるかな1階じゃないんだ、路面店じゃないんだ。お、こんにちは。どうも、この方を探してるんですけど、はい、ちょっとわかんないですね。わからないですね、はい、ね、ちょっと自慢を聞きたいんですけど。自慢？うん、ワッフル作れることです。ワッフルを作れる、はい、ワッフルは何ですかこれちょっとこれ食べれたりしますか？本当ですかお店の方の優しさに感謝です。こがけんさんが見つけたのは福岡に本社を置くワッフル専門店。こちらは工場兼直売所ということで、九州産の食材にこだわったワッフルにをお得に買うことができます。よく挟まってる。うまそう。うん、これ中は冷たいムースみたいになってて、外側が生地がふわふわですよね。おいしいです。これすごいですよね。おいしいです。もうただもうほんとおいしいですそれがマシです町内放送といえば美容室です。情報が集まる場所だから。お邪魔します。命吹き込む復元師っていう人を探してるんですけど、はい、これ分かりますか？多分、はい、なんかすぐそこにリサイクルショップ屋の人がいるんですけど、はい、まあ、その人とか結構そうじゃないかな。なるほど。これじゃない？あ、めちゃくちゃ雰囲気いいんだけど。うわすごい。お邪魔します。あ、こんにちは。全国に技術提供、命吹き込む復元師っていう方を探してるんですけど、はい、これ多分僕のことがね。うおっけー来た昔のテレビとかですね、はい、ラジオとかいろいろあるんですけど、はい、こういう骨董屋で映るようにして売ってると思ったら多分日本で。え、ちょっと待って、いやいや、これは映らないでしょ。ってこれ、いや、これはもう全部直してるんで。は、はい、これ全部。いやいや、映ります。映らないっていや、それじゃ復元師になりませんよ。今年で20年目を迎える骨董&リサイクルショップカツ。店内には2万点を超えるレトロ家電や雑貨が並んでいるんですが、そのすべてが大場さんの手によって命を吹き返したもの。特別に修理の様子を見せてもらったんですが、ちょっとちょっとこれちょっと見てもらいたいんですけど、これが直せるってとんでもない能力ですよ。いやいや、慣れです。いや、慣れない。ここの部分がね、はい、悪いって言うんでこれを取り外して、はい、中の部品1個あるんですよ。これがね、もう不親切正直技術提供、はい、ね、はい、してらっしゃるということで、それってどういうことなんですかね。僕、はい、音声のエンジニアをしてて。そうなんですか。はい、サラリーマン時代ですね、はいはいはい、で、北北海道から南は沖縄まで放送局ほぼ回って、サブの音声部分、マスターの音声部分とか、でそういうのでもアナブースを作ったりとか、はい、FGS さんにお世話になったし。もともとシステムエンジニアとして技術開発をしていた大場さん。
これまで全国の放送局にその知識と知恵を提供してきました。そんな大場さんの手にかかれば、入り口にあった昭和の白黒テレビでこんなものも見られるんです。よいしょ。でこういう感じで、うわすげえ。なんでテレビだもん。いやなんでじゃなくて、いやすごいでしょ、明らかに DVD 再生してるでしょ。はい、すげえ、めちゃくちゃかっこいい、はい、これで、うん、昔のあのソフトを見たいという人が結構いるんです。そっか、あの例えばウルトラ Q とか、ウルトラ Q とか ねこの間あのどうしても白黒で見たいって、わざわざ山口から来ました。なるほど、すごいです。ちょっと HD チューナーで映るってことですか。もちろんですよ。そう、昭和ロマンと令和の技術が融合、思い出の復元師を称えます。おばさんの努力と技術は最高、イエイエイ、受け答えは結構適当。受け答えは結構適当なんだよ。適当、とんでもない技術持ってるんだよ。